はい、三沢貴則のなるほど株大学、本日も始めていきます。まあ、本日もですね、出先バージョンということで、このスマートフォンの画面でですね、やっていこうかなというふうに思います。このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャートを読み解き方をお伝えするテクニカル専門のチャンネルとなっております。ほぼ毎日ですね、日経平均の解説等々をしておりますので、ですね、参考にしてみてください。で、僕のやり方というのは基本的に1日10分というようなやり方ですね。で、本日はですね、まあ、特に相場は、まあ、昨日の動画とほぼ変わらないのでですね、ちょっと質問回答のところで、ちょっとなんか応用ってわけじゃないんですけど、僕はこういうふうに考えてますよっていうのを、お話しできればいいかなというふうに思います。で、昨日のなんか説明の中でちょっとなんか語弊というか、意図と違うような感じだったので、一応説明するとですね、日経平均で5日線に別にタッチしたら売りを入れるとか、そういう理由ではなく、そういうことではなく、5日線に陰線がぶつかってくると、シンプルに、なんていうんですかね、要は相場転換になりやすいっていうところですよね。まあ、別にまあもちろんね、売りチャンスにもしかしたらなってるかもしれないんですけれども、そこで売り注文を入れていくっていうよりも、どちらかといったら、ぶつかることによって、なんていうんですかね、そう、本当相場転換ですよね。相場転換していくから、まあじゃあ一旦ちょっと買いでやってるやつは、例えばじゃあ買い玉でね、買いで縦玉持ってるものに関しては、じゃあ一旦利確してしまうとか、だからそういうような判断基準にも結構なっていくというようなところが言えるんじゃないかなと思います。ちょっとこれ応用なところですね、日経平均のそんなようなお話です。はい、ということでですね、まあ、本日もいろんな質問回答していこうと思います。じゃあですね、まあ、個別銘柄で来てるやつちょっとやっていきますね。そしたらですね、まあ、前回の動画、まあ、昨日の動画ですね、まず4395のアクリートっていうんですかね、僕全然知らない銘柄なんで、しかも検索すらしてないんでね、4395のアクリートという銘柄ですよと。11月12に入ってるんですけどと、11月12ってどれだろう、これかな、違う、12。あー、なるほどですね。ここの日に入っておりますよってことですね。まあ、高値更新続けていますと。銘柄のリガーポイントはどこになるでしょうかと。まあ、正直どこだっていいと思うんですけど、そうですね。どうすんだろう、僕だったら。まあ、まず、あんまり僕、出来高が低いものは、あれなんだけど、出来高に全然安定がないですね、これ。まあいいや。この辺で入れる。どうだろうな。まあまだ、やっぱ、20日線の下にあるから、僕基本的にこういうところで入れはしないんですけど、買いに入れてたとしたら、そうだな。なんか、多分、こういう陰線で僕は一旦切っちゃうと思います。多分この要請まで持たないと思いますね。もちろんこれね、取れたらいいんですけれども、まあこの辺で入れて上昇してきて、一旦やっぱこれ揉んでるんですよね。こういう風にね、ちょっと線がうまく引けなくてダメなんですよ。この辺で揉んでるので、この辺の陰線とかでなんか一旦じゃあ、もうこんだけ上がってるし、手締まりしようかなっていう風に考えていくんじゃないかなと思います。まあ実際、ここでエントリーを、まあこの辺ですね、この辺でエントリーをして多分線、まあ、170とか60円ぐらいだと思うんですけれども、そこから、なんていうんですかね、もうスイングで200円ぐらいと、2、300円ぐらいこれも取れてることになるので、もっとか、1170円ぐらいから、1470円とかなのかな、わかんないですけども、300円ぐらい取れてることになるので、まあ、こんだけ取れても十分だよっていう感じですよね。まあ、なので、まあ、僕だったらそういうふうな感じで取ると思います。なんかやっぱ、高値を超えない陰線とかで僕結構手締まりしがちなんですよ。まあ、だからそういう意味でも、ここで手締まりするっていうのはもちろん可能性とあるし、まあ、ただ、ここだと、5日線の上とかなんで、まあ、我慢することが多いかなっていうところですね。あとは、ここから線を引いてあげると、まあ、この時の陽線で手締まりしてもいいし、あと、まあ、ちょっとこの怪しい、なんだろう、怪しいっていうか、すごい、こっちの、なんていうんですかね、ここです。11月19とかすごい上髭を引いた、陽線とかなので、なんかちょっと相場が変だなと思ったら、これ手締まりするかもしれないし、まあ、一番最初に思いついたというか、5日線にやっぱ一旦ね、陰線で手締まりしてるから、僕だったらこうします。なので、今でも保有してるっていう形だったら、例えば僕がもうなんだろう、ここで保有してるんだったら、例えばじゃあ明日も一旦、もうこんだけ利益になってるから、決算というかね、手締まりするっていうのは全然ありなんじゃないかなと。まあ、そんなようなところだったりします。じゃあ次行きましょうか。じゃあ次ですね。質問よろしいでしょうかと。6448。ブラザー工業。どんな銘柄だろう。6448ですね。6448のブラザー工業という銘柄を、まあ、見ていこうと思います。まあ、11月10日あたりから急騰しましたよと。で、
おしめを狙っていたんですけど、全く取れませんでした。11月10日から、なるほどですね。このような場合は諦めるしかないでしょうか。これブラザー工業だと思うんですけど、これは別に押し目を待っていたんですけどと。もうこうやって上がっちゃうものっていうのも全然勢いとしてあるので、別になんかあえて取っていかなくてもいいんじゃないかなと。まあ、多分だ、こうやって一気に上がってくれたから、一旦押し目来ないかな、みたいな感じを思っていたと思うんですけれども、僕押し目来なかったら全然、なんていうんですかね、エントリーもしないし、まあ別にいいかな、みたいな感じですよね。まあ本当にそんなところです。あんまり、なんていうの、僕は気にしないというか、なんか無理して取りに行かないっていう辺がいいんですかね。自分の形の中とかで、あ、これはもう鉄板で取れるよね、みたいなのもやっぱあるので、まあそういうのを積極的に狙っていくと。まあそんなところで思っていただければいいんじゃないかというふうに思います。じゃあ次行きましょうか。まあこれ、質問で言うと、次は最後ですかね。まあ損切りタイミングの質問ですと。996にミスミを、狙っていきましたと。はいはいはい。996にミスミ、を狙っていきましたと。で、なんだ、11月26に入れました。この、こっちの日ですね。26に入れましたと。で、11月30で20日線を超えたので、損切りしたんですけど、次の日に反発しましたよと。この時に、まあ、要は、ルールに従って損切りした方がいいのか、それほど地合いが悪い日の陰線は様子見するなど、地合いにおいて判断変えた方がいいんでしょうか、ということで、これはですね、実際いろんな、ことが、まあ、考えられると思います。とりあえず入れてれば、ここの日に、27日に入れてれば、まあ、今日は絶対決済ですよね。今日は絶対決済です。で、ここの日のことを言ってると思うんですけど、ここで実際20日線にぶつかったら手締まいでも、全然そこは問題ないです。で、今だったら、例えばもう日経平均がだいぶ強いからとか、まあそういうようなところを根拠に、例えば保有しとくっていうのも全然ありだし、なんだろう、この3400円ですよね。例えばこの3400円っていうこのところの、まあ、次の日の陽線、このなんか、まあ、若干やっぱ意識されてるかなっていうところもあるんで、これ手締まいしても僕はいいんじゃないかなというふうに思います。で、実際ところ、なんだろう、ルール通り行くと、これ20日線にやっぱぶつかってるから、まあこれはこれで、まあしょうがないんですよね、一旦手締まいで。で、この日僕結構いろんな銘柄見てたんで覚えてるんですけれども、なんだろう、例えば26日とかに入れて、30日って、なんかいろんな相場がやっぱ下落してるんですけれども、まあこの銘柄はたまたま20日線にね、ぶつかっちゃってるんですけれども、他の銘柄って、20日線にぶつからない、まず下落はしてるんだけれども、20日線にぶつからないで、ちゃんと5日線とか20日線の上に、ある銘柄っていうのも結構あったんですよ。なので、まあ、この銘柄たまたまぶつかっちゃってるんで、もう僕だったら別に損切りとかにもね、全然いいかなと思うんですけれども、おそらくそうやってヘッジっていうか、僕の場合だったら、例えばじゃあ、多分同時期に入れるんだって3銘柄とか、まあ、そんぐらいだと思う、まあ、思うというか実際そうなんですけれども、まあ、そうすると他の銘柄がで、まあ、利益になってて、別にこの銘柄一つで別に全ての勝負をしてるわけじゃないから、一旦切っちゃっても別に僕はいいんじゃないかなと。だ全てが全て結果論的にね、今こうやって上昇してるから、取りに、もちろん取りたいんですけれども、まあ、これでもちろん下落していくっていうシナリオも全然あるわけで、まあ、ルルドリ行くんだったら、これまで、手締まいしていいんじゃないかなというような感じ。まあ、損切りになっちゃうんですけどね。まあ、そんな風に、できればいいんじゃないかなと、個人的には思っているところです。で、まあ、もし、そうだな。例えば今回、じゃあこれ全部取りたいよみたいなことを考えた場合だったら、それこそ、まあ、例えば日経平均が強いから、じゃあそういうのを根拠に、こういう場合は20日線の上にあるし、ちゃんと、まあ、支えられてるというか、今までがずっと支えられてるから保有していこうという、まあ、そういうのもね、我慢比べでも別にいいんじゃないかなと。まあ、そういうのって、もうなんかたくさん経験すると、我慢して、確かにうまくいくこともあれば、うまくいかないことももちろんあるので、まあ、そこはちょっとなんていうんですかね、その時自分がどういうふうに判断していくかっていう。ようなところじゃないかなと思います。まあ結果、今回は日経平均がやっぱ強いっていうのがやっぱ根拠で保有しとくっていうのがもしかしたら正解だったかもしれないというような感じですね。はい、そんな風に思っていただければと思います。まあ、本当ですね、もう今回もいろんなコメントありがとうございます。ちなみにまあ、いろんな意見の方がいると思うんですけど、まあ、デッドクロス、ゴールデンクロスのことに関して、ね、書いていただいた方もおりました。僕は先ほどというか、昨日の動画でお話した通り、あんまり、ゴールデンクロス、デッドクロスを別にそんなに意識してないと。まあ、意識してないというか、全然、なんですかね、要は、バックテスト、データを取っても、あんまりいい成績じゃないんですよね、正直ね。まあ、そういうのも知ってるから、まあ、基本的には、
まあ、やらないっていうだけ、まあ、やらないというか、そこだけを根拠になってやっていくっていうのは基本的にやんないかなというような感じで思っていただければと思います。はい、ということでですね、まあ、本日もこんな感じで、まあ、動画を撮らせていただきました。まあね、これどうなんですか、あれどうなんですか、みたいなことがありましたらですね、コメント、で、コメントに記載していただければと思います。ということでですね、まあ、本日の動画はこれにて以上になります。この動画も良かったなと思ったらぜひね、高評価ボタンを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE アット、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。